はい、皆さんこんばんは。さあ、本日もカリストプロトコルでですね、やっていきたいと思います。さて、こっち側の洞窟行ってないので、ちょっとこちらの洞窟をですね、ちょっと進んでみたいと思います。一回逃げ込んだんですけども、待って、来ちゃった。あの時は、すぐにまた引き返しちゃったので、やれるのであればこっち側も進んでいきたいかなと思っております。多分正規ルートとしては向こう側が、あ、いっぱいいるのかもしれないです。これさ、こいつら動くよね。よいしょ、やっぱ動くな。待って、一撃でやれるかも。いっぱいいるな。うん、あ、よいしょ、あ、いた。うん、刺激でやれる、うん、いける、やれることもやれるのか。でも、やっぱ音を立てるとバレちゃうんだね。まあでも、お金稼ぎしたいので。お回復ありがとう。あ、いるな。やれるはやれるのか。これいないか。お金、これ多分動くね。は、壁に張り付いてるところをやれば、ライオットガンか。いや、もう弾きちや。スカンクガンを落として、あ、そっか、バッテリー、スカンクガンあんま使わないからいいかな。バッテリー落とそう。弾ありすぎてんな。やっぱちょっと銃を複数持つのは良くないな。弾が圧迫する。まだいるかな。いや、ぐちゅぐちゅ洞窟だね。ぐちゅぐちゅ洞窟。いけるかな。目がないやつはステルスキルやれずにね。よし、ハンドキャノン、ハンドキャノン弾いらんか。いらんかな。あれもこっち気づいてない。目がないよね。目がないけど近づきすぎたらバレるのかな。よし、いけるいけるいける、ステルスいけてる。目がないやつにはステルス有効。他にで、ここはなんだ。ミッシング、行方不明者か。あー、ロッカーあるね。クレジット、クレジットありがてえ。クレジットありがてえ。アイテム余裕がないんだな今な、マジで。いいね、ハンドキャノン。うーわ、待って、ちょっと待って。はい、まずバッテリーをドロップして、回復もね、そんなにいらない。ハンドキャノンいら、あ、ハンドキャノン12。ライオットガン、ライオットガン、ライオットガンいっぱいあるな。スカンクガンを使わないっていうのも手だよな。お金、ハンドキャノンの弾。苦しいです。もう、いや、まあ、いや、
ハンドキャノン、ハンドキャノン。アイテム苦しい。どっかで売りてー、売りに出してスカンクガン使わなくてもいいかな。これどこだ。どこだっけこれ。これはここか。はい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 。さっきセーブ再開したときにここアイテム超いっぱいで困っ、アイテムいっぱいあんのよ。アイテム見てもうこれ、売るアイテムこんなにあって、回復回復するのいらんかな。嬉しい悲鳴。在庫抱えすぎちゃってさ、この上ってどうなってんだっけ。ちょろっと行ったけど、あっそうか、上か。セーブデータがね、一瞬巻き戻っちゃってんだよね。あそ、なんかね、ここ前回やったよね、ちょっと前。あこれも回復か。うわアイテムいっぱい。あで落ちちゃうとこなのね。あやっぱりか、そうだね、そうなんですよ。前回これ終わりしたんだけど、こっちが戻れないみたいで、今のアイテムやっぱダメなのか。あいかん、やっちまった。戻れないやつはどうなるかな。あ戻れないってことは踏めないってことか。今のは良くないな。これこっちが殴ればよくね。よいしょ。オッケー。スカンクガン、それライオットガンありすぎるから、ライオットガン使うか。敵はおるんか、おるんか。いやまあここにもアイテムが。やべえ、アイテムがいっぱいだ。うわーいらん、それそれはいらん、アイテム、そのアイテムはいらん。あれタクティカルピストルの設計図。うわちょっと待って、回復回復使っちゃうか。今のちょっと構えたけど、あちょっとだけのために回復もったいねー。戻ってこれるか保証はないからな。待って。ん ?2 番。違うのか。出てくるかと思ったんだけど。ちょっとアイテムやばい。そろそろ。あ、書いてある。あ、あったあった、宝石。やっとだよ。これ回収できるね。アイテム売って、そこのやつとか。よし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 。やっとだよ。あ、こっちにもあるな。ん?あれ、まだか。もう、アイテム、アイテムが溢れている。ケチケチしてないつもりなんだけどな。ケチケチしてないのにいっぱいいっぱいになっちゃった。よし、あっこれ敵か、わかんないけどちょっと撃ってきます。ハンドキャノン、ハンドキャノン。おっやべ、これバレてる、もう。あっもうバレてる、バレてるかな、バレてるよね。十分ライオットガンで十分。よし。
うん、大丈夫か。あ、なんか敵いたっぽいな。ね、これクレジット落ちてる。いたっぽいな。一応クリアリングして一応してから、ここにも死体が。大丈夫か。よし、いよいよやっとアイテムが売れる。売りてー。そう、まあ、まず売ろう。いっぱいや。いっ確定。新しいっていうか、その銃が増えると弾が増えるから、やっぱちょっと使わないものは、使わない銃はもう使わないままでいいかもしれんね。売っちゃった方がいいかも。お金になる。例えばスカンクガンとかめっちゃ弾手に入るけど、これはもうハンドキャノンでいいのかもしれん。アイテムを100円の価値しかねえのが。ちょっと待って、買う前に拾ってくるか。ちょっと今まで拾ってないアイテム、置いてきちゃったアイテム多少拾ってきますね。あれ、またなんか音する？敵復活してる？どうもないか。拾えなかったアイテムを回収してきまーす。UJC にお任せください。はい、不要品も取ってきました。そしたらですね、もうスカンクガンの弾とかちょっとこんなにいらんので、ライオットガン。スカンクガンの弾を売ってしまって、ライオットガン？こんだけ？で、回復も今4つあるから、これも2個でいいかもしれん。で、購入していこう。で、やっぱ強いのが、これよね。掴むやつ攻撃がめっちゃ強いので、これを強化を、プリントアセンブリから取り出してください。なんだ、あれだな。スキャンしそうな声だな。マインドスキャンじゃないよ。発射速度さらに上げ、手足の欠損など標的に重大な損傷を与えたって。ほう。こっちがリチャージ速度。もう上げちゃえ、上げちゃえ。リチャージ速度と UGC はあなたの創造性を尊重します。ちょっと強めにしとこうか。手をリチャージ速度と、損傷を与える。グラップ力の強さたるや。完了。よし、 OK。 で、残ったお金をスカンクガンはね、ちょっとマガジン増やした以降はあんまいらんと思うので、ライオットガンを安定性、マグナム強化、威力を上げる。そうね、ライオットガンを強化してくるか。 UJC はいかなる欠陥の責任も負いません。で、新しくインスチェック検証済み。新しく手に入れた武器に関してはこれか。あータクティカルピストル一応買っとくか。いらん、多分絶対いらんと思うのよな。不安がある場合は管理者にお知らせください。アイテムを取り出してください。絶対スキャンしそうな声だよな。微妙そうな銃だな。タクティカルピストル連射が早いため、どの弾を使うかだよね。まあいいや。どの弾を使うかによるかな。こんなにいっぱいあると分かんなくなるよね。よし、あ、違う。
これか。よし、行こう。しまった。マイロットガンを突っ込んで。殴ってもよかったけど。静かに行った方が良さそうだね。静かに行った方が良さそうだ。狭いなぁ。武器を持ちすぎてしまうと逆にこう武器を あでもないこうでもないあれでもないこれでもないやっちゃうのよ。ね、だからある程度武器は2種類ないし3種類までにしといた方がいいね。そういっぱい持ちすぎてたもんね、弾も圧迫するし。まあ大体2、まあ2が一番理想なんだけどね。連射力のある武器と連射力があるけど、あとまあショットガン的なものね。おっと、またお金か。いただき、かなりエネルギーはね、威力を上げてやるんで。おっと、なっしまった。その距離から来れるのか。今のバレたのか。3体ただバレていない。4体いるな。バレたら大混乱だな、これ。ドッタンバッタン大騒ぎになりそう。いやでもなんかもういいやる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 我慢できずやる。手榴弾欲しい。何これ、4人組伝説のアイドルグループ4人組。ヒートアクション。今のバレないんだ。今のバレないんだ。4人仲いいね。あ、それ許されるんだね。大丈夫？次々仲間が殺されてるけど大丈夫か？いや、いいのか。うおぉ、弾んだ。ゴム、まるでゴムのようだ。うん、よし。まあ目がないやつは余裕ですね。よし、あ、爆発物もあったのか。まだいそうだけどね。まだいそうだな。いや、これ絶対いっぱいいんな。ん？いないか。おらんのけ？はいはい、ボイスログ。フィールドログ。ドクターシーハン。ドクターシーハン。封じ込め区域、何を封じ込めてるんだい。まあなんとなく察しはつくけど。何これ、洞窟なのかこれ。自然にできた洞窟っぽい感じだけどね。これエリア移るともう戻れないんだよな。やめろ。いやー、に、あ、いや、倒したんだよ、俺。さらに奥に一匹だ。二段構えかよ。それはずるい。
一匹倒して、よしと思ったらもう一匹いるという。で、これ回復アイテムが罠ってことね。まあ、いいか。大して、ダメージ受けてないし。やってくれるよ。こういうとこ抜けると、中間ポイントだったりするから、戻ってこれないんでね。ちょっと上はない。よし。こっちだ。行こう。もう回復ありがて帳消しになった帳消しになりましたねライトそこでこうしちゃったこちらもと投げ飛ばす力増えてるからねうん、落としたクレジット落としてないかいや、なんかまだ いるっぽいな。いるっぽいな。いたっぽいな。なんか怪しいな。呼ぶか。エネルギーが。やっぱいっぱいいたっぽいよね。近づいたら一斉に来る感じだったな。気のせいか。音がする。気のせいみたい。いや、上か。上だ。エリック上だ。お尻が。セクシーなお尻が。音を立てたら上からやられてたかもしんないねうんタクティカルピストルも使ってみるかんタクティカルピストルにはならないのかあねならないんだなうーんここで選ばんとならんのかあ3段階なのかだるっ武器自体が違うわけじゃないのかこれいらない武器かもいらない武器は多分プレイ済み実況だったら多分これ使ってないかもしれないねこれは仕方でいいですって言ってたかもあーいっぱいいんな多分今必要なのはえっと、1体、2体。こいつら団体は、うまくやれば背後取れるからいいんだけど、手伸ばしてくるやつが、手っていうか、首伸ばしてくるやつに襲われて、その音でバレて、まとめてくるっていうパターンが最悪ですね。滑ってった。今回だいぶグロ多めですね。すいません。今回っていうか毎回ですけども。あ、もう倒したか。あー、いっぱいいんなー。これ大乱闘した方がいい。スマブラする?大乱闘しちゃう?でもステルスできるんだったらステルスでもいいような気もするけどなー。でも爽快感を求めてる人もやっぱいるから、なんていうかな、まあバレたらやろうか。バレたら考えようか。あー、めんどくせえ。何体いる?あ、結構いるな。うわー、超いっぱいいるじゃん。おっ、うん、うん、3回いっちゃった3回いっちゃったおまだいるなまだいるわ
しぶてえやっちゃねえ。まだおったわ。あ生まれてすぐに殺してごめん、ごめんね。うん、他ね、すげえ威力だね。いい足のビートを刻んでる。はい、よし、誰か走ってんな。まだいる、まだおんねんの。うん、結構いるかも。まだこれは開かない。隣かキーカード、はーい、まだいるかも。セーブ入った。うん、なるほど。多いな爆発物は。ないな。エネルギーはあんまないな。だやるとしたらステルスキルか。いやーこれまずい、まずい。いや、いけんのかい。バレてないのこれで。いやこれはまずい、これはまずい、これはまずいって。いけんのかい。これはしょ、いけちゃうのか。あ、いけたわ。なんとかなっちゃう。いや、あんだけステルスダメだったのに、やっぱり相手に目がないと、目がないと簡単ですね。バレてないの今のでバレてないのか。後ろか。なんかくちゃって言うよね、くちゃくちゃくちゃ。これか。よし、行こう。血がすごい。結構やったな。ここ交通ハブか。選択してください。はい、アイテムいっぱい。ね、ハンドキャノン、タクティカルピストル、タクティカルピストルがいっぱいある。これもいらん。タクティカルがこのようにあって、ライオット、スカンク、ハンドキャノン。ハンドキャノンとか使わないかもな。もしかしたらタクティカルピストル。まあ、威力が低いんだろうけどね。これもこんないらんよな正直こんないらん。77、値段は安いんだよね。売っちゃえ。で、弾を打って回復。もう一個アイテムあるな。ダメージが低い大容量マガジン。バーストモード5連続、多分一番いらん武器かもしれんね。これはライオットマガジン、これの、マガジンを増やそう。プリントを無許可で使用すると作業記録に記載されます。品質チェック検証済み。どうしよう、エリアが迫っているぞ。うん、よし、これでどうしよう。いいね、8発になった。よし、アイテムワークもこっちか。じゃ行きましょう。あそこにアイテムが。これでコロニーに行けそうだ。いや、この
誰にもいるといいな。待って、このアイテムの大量な感じ、これアイテムだよね。違うの？キーカード。あら、開かないのか。アイテムじゃないのかこれ。近づくと赤になっちゃうんだ。開かないか、アイテムかと思ったのに。電源がない。あ、電気がない。あのケーブルをたどれば。どのケーブル？これで入れるのか。はいはいはい。入り口がよく分かんなかったな今。動力炉の場所を突き止めるだって。開けたところに出てきてるね。こっちはなんだ。下も。あっちの方がえぐそうだな。こっちはなんだろう。ヘルメットは必要ないよ。ヘルメットかぶってないね。罠かな。あの死体があるかな。死体が。おお、これ必要だね。悪いけど頭もらうぜ。ドクターシーハン。シーハンのさ、あ、死んでる。任務記録追加。ドクターユエン報告。突然現れてサニードゴーレンを殺した。きっとアルカスから脱走したやつらだ。この暗闇に何十年も囚われ、進化し適応した。マーラーに連絡し緊急避難を要請した。できるだけ早く救助を送ってくれるといいが。暗闇の中に進化したやつらだって。何が進化したんだろう。いいね。いいね。うんうん。良さそう。帰り道出てくるかな。出てきたな。走ってったな。足の速そうなやつがいるっぽいね。足の速そうな感染者。進化した感染者だって。爆発物発見。まあでもこいつらはいつも通りだな。どうすかどうすかな、どうすかな。ステルスかやるか。いやもう近い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 。バレてないのこれ。バレてないんだ今ので。刺すところがないからとりあえず裏を取るか。裏取り。そうストレスやりたい放題だね。お、取れない。回復？あー、回復。回復か。あそこにもあるか。お？これって戻れんのか？もう最悪回復。爆発物、まあ持っており上がれねえか、ここには。爆発物が欲しかったな。あそこに刺せる4体。うわ、うわ、多いな。お、多いな。おい、こんな重なってたらステルスキル無理なんじゃないの。バレんじゃないの。バレない。重なっていてもみんな上の空。さすがにこんだけ距離が近かったらバレちゃうような。
あれ接触してる、接触してる、もう接触してますけどバレない。なんかもうこいつ大丈夫だ接触しててもバレない。しゃがんでればとりあえず OK だ。よし、もういいか。音を出したらバレちゃうけど、体が触れようとバレやしない。とりあえず爽快感あるのは戦った方が爽快感はあるんだろうけどステルス、ステルスの概念とは。よし、たまにはね気持ちいい方ね、やっとかないとね。エネルギーの回復量も増やしているので、はい、まだまだ出てきます。あらららら、さすがにバレてしまうのか。バレてしまわない。いけさして、セーブも入って、これはこっち見た、こっち見た、こっち見てる、こっち見てる、こっち見てる、こっちを見ている。さすがにバレているのか。バレてない、バレてないんですね。アホですね、うん、アホですね。これやったっけ、これやったか、やったか、やったな。ステルスキルがあると地味に当たるけどお金が楽ですね。さすがに無理か、大丈夫ですねさすがに無理かと思ったけど大丈夫でした。弾あふれちゃってな。そこにいるやつは、うん、まだいる。なんだあれ、なんだ、何かアルバムのジャケットか。爆発物ねえかな。さすがに3体固まってんのはやれねえな。爆発物なしか、これまずいな。あいつらはどうやってやろうかな。やるとするならば弾が溢れてるからこれ使うか。あ、待て、あー、盾いって殴られた。快感、まだ生きてる。お、進化したか、殴られちゃった。飛ばそうと思ったら飛ばせなかった。うん、回復した。明らかに弾いらないな。タクティカルピストルの弾が、ハンドキャノンか。あふれてるな。バッテリーいらんけど、これ捨てちゃっていいや。もうあと3つぐらいアイテム持てるようにしてほしいね。大丈夫か？電力ステーション。あ、取っちゃった。取れんのか。ルーノートたち触んな。何を？あ、よかった。アイテムだ。あぶね。ふん。あぶねー。まあちょっとアイテムいっちゃいましょうか。
売却売却。さっきのやつも売っちゃって良さそうだな。ちょっとこの辺のやつも拾って、いらんものを全部生産しちゃいましょう。エネルギーバッテリークレジット、うわアイテムを選択。でも10円にしかなんねえんだ。あハンドキャノンも正直いらんかもね。いらんかも。で、あとは近接。でも銃だけでもやっていけちゃっていけば、やっていけちゃえる感じなんだよね。ハンドキャノンの、ハンドキャノンのダメージ上げとくか。プリントを無許可で使用すると、作業記録に記載されます。UGC はあなたの創造性を尊重します。ハンドキャノンの弾使っちゃおう、どんどん。よし。そして、使うか使わない。これもダメージ上がるのか。ダメージ上げたところでなって感じだけどね。ちょっと使用前にプリントの点検を。まあ、どんな敵が出てくるかわからんから一応上げておくか。よし OK。 ちょっと次のセーブポイント。お、なんか変なのついたな。なんか武器はパワーアップしてくるのかっこいいね。クチュクチュクチュ。ここは中で下が死んでるけど、発電機があった。まだ動くといいが。はい、発電します。エレベーターが動かないので発電機を動かしましょう。もうヘルメットかぶんねえのかな。入った。はい、ということでですね、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。